今回は、煮込みスープパスタを作りたいと思います。ではまずは材料の紹介からいってみましょう。まずお肉、今回はですね、鶏肉をそのちょっと細切りな感じにしてあります。あとベーコンとかウインナーとか使ってもらうと出汁が出ていい感じになるかと思います。あとキャベツ、これが今回2枚分の 80g ぐらいです。あと人参が8分の1本、だいたい 20g ぐらいと、玉ねぎ中ぐらい1/4個、約 40g ぐらい、それと冷凍のグリーンピースとコーンがちょっとずつって感じです。具は好きなもの入れてくださいね。はい、あとスパゲッティ、これがだいたい 70g ぐらいです。茹で時間必ず確認しておいてくださいね。袋に書いてあると思うんで。ちなみにこれ今回10分のやつ使います。それと調味料が、炒め用のマーガリン、お塩、胡椒、それと牛乳がだいたい 100cc ぐらい、あとスープ 200cc ぐらいです。今回はですね、その固形のコンソメありますよね、あれを溶かしたやつ使います。あと普通のだし汁とかでもいいと思います。はい、以上です。はい、それでは材料切っていきたいと思います。まず玉ねぎ、くし形切りな感じでお願いします。あと次、じゃあ人参切りましょうかね。人参はそうですね、じゃあいちょう切りにしますか。で切って、あとキャベツかしら。キャベツは芯のところは別にして、葉っぱの部分はちぎります。だいたい一口大ぐらいでお願いします。で、葉っぱの部分はすぐ火が通るからいいんですけど、芯の部分は火が通りづらいと思うんで、玉ねぎとかと一緒にしておきます。で、このままだと、硬いですからね、火通しても。ちょっと薄くそぎ切りにしてあげます。はい。あとは、お肉は切ってあるから、切るものはこれでおしまいですね。はい、下準備完了です。では炒めていきたいと思います。フライパン、今回はですね、フライパン一つで作ります。火を調節して、あとが油を少し入れます。今回はマーガリン使いますんでね、温まる前に入れますよ。おーい。ここでね、例えばニンニクのみじん切りとかそういうの加えても美味しいかと思います。まあ今回はね使えませんけど、ああいうニンニクとかって割と何入れても美味しいんですよね。あ、オリーブオイル使ってもいいですよ。オリーブオイルもいいですよね。はい、ではだいぶあれなんでお肉入れます。いい感じになってきましたね。とりあえず先にお肉だけ軽く、そうですね、色が変わる程度に炒めます。ここでお肉バラバラにしてあげないとね。おい、いいかな、だいたい。はい、じゃあお肉にだいたい火が通ってきたので、ちょっと色が変わる程度でいいんでね、表面の。どうせ後で煮込みますからね、完全に火を通さなくてもよろしいかと思います。次、火の通りにくい野菜たち加えていきたいと思います。今回は玉ねぎと人参とキャベツの芯ですね。ここでちょっと玉ねぎが、玉ねぎが透き通ってくるくらいまで炒めたいと思います。
はい。はい。そろそろいいんじゃないでしょうかね。玉ねぎが若干透き通ってきましたので、残りのキャベツ加えたいと思います。コーンとグリーンピースは、これはすぐ火が通るんで、最後の方に加えます。ですね。あとは、キャベツがちょっとしんなりしてくるまで軽く炒めたいと思います。そこまで炒めちゃえばね、あともうちょっとですからね。うん、はい。だいぶキャベツがしんなりしてきましたね。ここら辺で、ちょっと下味つけたいと思います。お塩。お塩ちょっと適当に入れまーす。今多分小さじ4分の1くらい入れたかな。まあこの辺はちょっと適当にお願いします。あとでどうせね、牛乳とかスープとか、スパゲティとか入れて煮込みますから、まあ多少濃いぐらいはいいと思うんですけど、あんまり濃すぎてもね、食べられなくなっちゃいますから、まあ心配な方はちょっと薄めぐらいでいいと思います。最後で仕上げで調整もできますからね。では、ここで、スープ加えたいと思います。さっき見せたやつですね。だいたいこれが 200cc 分ぐらいありますから。で、これがふつふつといってくる感じまで、ぷくぷくいってきましたね。で、沸騰したら次スパゲティ加えますよ。で、ここで、フライパンでスパゲティ茹でる場合、半分に折っちゃうと楽だと思います。まあ、半分になったパスタじゃなくて、普通のやつを食べたいよって人は、頑張って茹でてくださいね。私は楽したいんで、半分に折ります。はい、パラパラパラっと加えました。で、これで、ちょっと今具が入ってますからね。ちょっと混ぜてあげて、スパゲッティ全体に、お湯というか、スープというかが被るぐらいまで、やってあげます。今で多分1分ぐらい経ったから、9分。まあこれで多分10分ぐらいになるかと思います。喋ってたら1分ぐらいすぐ経っちゃいましたからね、さっき多分。まあこの袋に書いてある茹で時間ってあくまで目安だと思うんですよ。だから固めが好きな人はちょっと短めに、柔らかめが好きな人は少し長めにってのがよろしいかと思います。はい、ただいまですね、スパゲティを入れてから2分半ぐらい経過いたしました。ここで牛乳入れます。まあだいたい茹で時間の4分の1ぐらい経ったら牛乳入れちゃっていいと思います。で、またくっつかないようにね、少し混ぜてあげてくださいね。どうしてもやっぱり少なめのやつで茹でてますからね、少なめのスープといいますか。普通スパゲティはたっぷりのお湯で茹でるのが普通だと思うんですけれども、なので、ちょっとまあ普通より少し混ぜてあげた方がよろしいかと思います。ね、ただその代わり、スパゲティに茹で汁とか無駄に沸かさなくていいから早いし、そうですね。洗い物も少ないし、で、手軽にできると思います。いいですね。で、またしばらくちょこちょこっとたまーに混ぜてあげながら様子見てくださいね。あと火加減もちょこちょこ調整してあげてください。多分普通の鍋で茹でるよりも、フライパンの方が、なぜか吹きこぼれづらいんですよ。なんて言ったらいいのかな？ボコってきても、なんかこの辺で収まっちゃうというか、よくわかんないんですけどね、なんでか。はい。ただいまですね、半分の5分が経過いたしました。スパゲティだいぶ柔らかくなってます。まあまだ食べるにはちょっと硬いですけどね。そうですね。まあもうちょっと様子を見たいと思います。まあどうせ10分ぐらいですからね。ちょっとぐらい付き切りになってあげてもいいんじゃないかなーなんて。まあこの間に他の献立の用意しながらとか、そんなのとかやりながらでもよろしいかと思います。はい。まだまだ煮込みます。はい。ですね。残り時間が2分ぐらいになってきました。途中で、あまりにも水が少ないなぁと、水分が少ないなぁと思ったら、水とか牛乳とかちょっと足してもらって構わないですからね。
コーンとかね、グリーンピースとか、そういうちょっと仕上げに入れて良さそうなものがある場合は、この辺で加えちゃってください。今回は、一応牛乳を加えてスープスパゲティってことで作ってるんですけれども、例えばそのトマトを加えるとトマトスパゲティになったりとか、そうですね、いわゆるスープって感じのもんならいいと思います。はい。そろそろ煮込み終わりな感じですね。硬さとか確認してあげてくださいね。好みの硬さでいいと思いますので。それではここで仕上げしたいと思います。胡椒。あと塩。この辺はもう好みでって感じでお願いします。心配な人は味見してみてくださいね。私はこれぐらいで大丈夫です。はい、では完成です。それではですね、盛り付けていきたいと思います。よーし。今回はスープスパゲティと言いつつ、スープはちょっと少なめです。牛乳と多分スープの加えた量が、最初言ってた分量が最低限な感じで、好みで、あとは増やしてもらえればいいと思います。ちなみにこれ途中でちょびっと水足したんですよ。だいたい 100cc いかないぐらい足したかな ?50 より多かった。うん。まあ、適当ですね。はい、完成いたしました。煮込みスープパスタ、ちょっとクリーム風な感じです。牛乳使いましたからね。今回はその後で上にかけても美味しいかなと思ってチーズも用意していました。あとその黒胡椒とかね、そんなんかけても美味しいと思います。では早速試食してみましょうかね。はい、いただきます。塩を入れたお湯じゃなくてスープとかで煮込んでるじゃないですか。だから麺の中にスープの旨味がしっかり染み込んでて美味しいです。だから普通のパスタソースを作る時よりも若干薄味ぐらいでも十分美味しくいただけると思います。